久保さん確かに何もしないことを積み上げてる人が多いからそうなるんでしょうね。確かにな。確かに積み上げてますね。何もしないことを。<laughs> 僕と久保さんやりまくってるんで、あもっとやればいいじゃんってうそうなるんですけどね。<laughs> まあ今回はね、匠にしましょうか。匠。そう。匠っていう。 確かにね久保さんの言うとおりマイケル・ジャクソンの映像にも何かに残ってるんですけどめちゃめちゃ練習してるんですよね公演前とかめちゃめちゃなんか練習したいとかめっちゃその自分の世界に入ってこれだダメだとかなんかやってるの見ましたねめちゃめちゃやってますよめちゃくちゃうんもうなんだろうなう自分の世界観があるんでしょうね だからマイケル・ジャクソンも、まあ、ちっちゃい頃からずっとやってると思いますけど、うん、一夜にしてああなったわけではないってことですよね、まあ、実際に相当やってるよ練習やってきてるダンスの練習相当やってきたよって話でうんだからなんかそのマイケル・ジャクソンでもやってるわけですよねだからあの直近のトレンドで言うならば あのー、アマゾンのジェフ・ベストスを抜いてイーロン・マスクがね確か世界一の富、ね、豪になったんですよ世界一の富豪になってでもイーロン・マスクの好きな僕は起業家物語があってなんかとりあえず働けと何百時間働けと <laughs> いうなんかあの話があるんですよとりあえず働けと まあ、なんか、それがすごくね、もう、当たり前なんだけど、なんかイーロン、イーロンから言われると、まあ、そうだよなって、イーロンマスクも、イーロンマスクもそんだけ働いてきたんだから、やらんとあかんな、みたいな。<laughs> なんか、それだけだ。って、世界一の富豪ですよ、今。世界一の富豪も、そんだけやってきた時期があるわけですよ。寝ずにね。もう、ガンガン仕事やってた時期があって、まあ、それぐらいやれって言ってるわけですよ。てか、やってきてるわけですよ。で、今、世界一の富豪でしょ。うーん。 だからまあ稼いでる人がやってるのに稼げてないあなたがやらずしてどうやって稼ぐんですか言ってらっしゃい